どうも。30分ぐらいまでしようかな。あ、なんかこいた子って今日からなんですか。なんか小板子は今日からなんですか。何も知らんから。あ、もう始まったんですか。そうそうなんですね。初知り。じゃあ皆さんぜひ私と恋していただけたら嬉しいです。ハイネリグリしていただいたら嬉しいです。あ、もちろんあのんちゃんを選びました。ありがとうございます。嬉しい。薄い。声見に行くよ。お待ちしております。そう、今日は18時15分から公演だよ。レオパージュさんのまたぎをさせていただいて、出演させていただくので、ぜひ見てください。 DMM でも来てくださる方はお待ちしています。なんか言おうとしてんな。今さっき今言おうとしたことを完全に忘れてしまいました。何やったっけ。そう、レオパージュさん2回目。そう、それを言おうとした。2回目です。ちょっと緊張しますが頑張ります。どうしよう、何しゃべろうかな。何しゃべろう。無言になっちゃう。こんにちは。こんにちは。あの声ファイト、ありがとうございます。頑張ります。まつげめっちゃ上がってるね。そう、今日めっちゃまつげの調子良かったです。バサバサです。バババババババ。今日の見どころは、頑張る。頑張ります。メイキングについて教えてほしい。参考になりますか。ならない、絶対。あのたこ焼き焼ける。焼けるんかな。全然そんなたこ焼き焼いたことないから、いつぶりって感じですね。たこパなんてしたことない。あんまりしたことはあるんですけど。ちゃんとご飯食べたかって、私は公演前は絶対食べないですね。食べへん方が
動けます。だから食べてません。食べてないけどご心配なく。この目系はちょっと焼けないかもな。ひっくり返せないんですよね。どんくさいから私。不器用なんですよ。何に関しても。明日の夕方に NBA 見に行くから楽しみにしてるよ。ぜひお待ちしています。久しぶりのね、夕方 NBA なので。ちょっと緊張します。すげえパーマしてる。してないです。してみたい。腹減ったって何食べるんですか。あ、明日は劇場でやるんですね。初や。そうやったとしたら劇場で夕方 NMB か。全然なんかどんな感じになるんやろ。したことないから。ほんまにお肌チルチル。何だったらそんなに綺麗なの。うん、メイクさんにお肌と眉毛は任せてるから。何塗ったはったんやろ今日。でもあんまりファンデーションは塗らないですね。落ちちゃうんで。汗がすごいからコンシーラーで隠すとこ隠してこなしてって感じです。何使ってたんやろな。何でしょう。まだいいファンデーションに私は巡り合えません。前回も劇場だって。あ、そうなんや。全然見てないから分かんない。前髪は浮かせてる。うん、ちょっと長くなってきたから勝手に浮く。でも多少浮かさないと私は飛んでっちゃうんで。浮かせてるかな。アイドルって高校生でもメイク上手くてすごい。そんなことない。なんかもともと中学校の頃から中学校入った時にもメイク始めたんですけど、それまで全く知らなくて、中学校になってからやったけど、メイクに興味があって勝手に上達していきました。あかりんさんの自主力動画めっちゃ似てました。クリオのキルカバー使ってるの。あー、私もねつい最近までは使ってたんですけど、最近なんかファンデーションクッションファンデが合わへんことに気づいて、自分に。だから使わなくなっちゃった。私の肌には合わないみたいです。悲しい。楽なのにね。メイクはママのに相談するの。全然しないです。アーノンが中学生の頃の16人公演が懐かしい。確かに
またしたいなと思います。16人公演絶対楽しいもん。学校はノーメイク、ノーメイクです。でもマスクしてるからそんなにわからない。ね、アーカイブで見るしかないですね、16人公演。でもたまに私見たりしますよ、16人公演。夢逃げも2番目のドア公演も N プライド公演も見てますね。懐かしいなって思いながら見てます。青いレモンの季節の MV 楽しみを、ぜひ楽しみにしててください。多分いい MV だと思うので。16人と8人どっちが難しい。8人が難しい。8人なんか少人数だとやっぱパワーがなく見えちゃうから、一人一人が目立てるのはその8人やけど、難しい。全体で見たら難しい。 MV 見てないですよ。どんな MV になってるのか全然わかんない。気になりますよね。肩が痛いね。いつになったらコールできる。こっちが聞きたいよ。いつになったらコールしてくれるんですか。待ってますよ。めっちゃ肩痛い。ツイッターの写真いつも可愛くて全部保存してます。おー嬉しい、ありがとうございます。確かに配信ならコールし放題。ネイルしてるとこ見て、いやもう学校なんでねできないんですよね。だから夏休みの間とかはしてたんですけど、撮っちゃいました。でもね多分ネイル向いてないです私。塗ってもなんていうの、ガリガリしちゃうわけじゃないけどすぐ剥がれちゃうんですよね。だから向いてないっぽい。悲しい。ちょっと時間が見れないですね。お、じゃあ35分になったら終わろうかな。あ、先にランキング読んでおきましょうか。いつも読んでないですよね。読んでました私。
読めないよね。確かに今思った。今日からちゃんと読みます、申し訳ない。まず13位がお、これはなんだ、デューベルさんかな、ありがとうございます。12位がスネドラさん、ありがとうございます。11位がリオさん、ありがとうございます。そして10位がヤマピーさん、ありがとうございます。そして9位がリコさん、ありがとうございます。そして8位がリコピンさん、ありがとうございます。声が裏返ったリコピンさん、ありがとうございます。7位がヒルキーさん、ありがとうございます。6位がジョーさん、ありがとうございます。5位がトモ様さん、ありがとうございます。4位がおぎょうぎさん、ありがとうございます。3位がヨウちゃん、ありがとうございます。2位がライトワンさん、ありがとうございます。そして1位がつぐさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。見てくださって35分になったらみんな教えてね時間わかんないんだ、教えてください。顔色悪いね後でちょっとチーク足してきます。お、ぜひ DMM で見ててください。教えなかったらずっと配信してるとか、いや公演出てないと思います公演出れへんから教えてね。公演頑張ります。公演ファイト、ありがとうございます。見ててね。そして今日はね、ありがたいことに昇格してから、昇格させていただいてから2周年ということで、成長した姿を皆さんにお見せできるように頑張りたいと思います。なので絶対見ててくださいあ、たくさんおめでとうって、ありがとうございます。ありがとう。ダメちゃったありがとうございます、たくさんのおめでとう。お、35分なった。お、皆さん本当に見てくださってありがとうございました。短い時間でしたが、また会いましょう。公演ぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。